厄年。日本で言われる厄年は、実はすべて語呂合わせです。例えば、女性の厄年は19歳、33歳。男性は42歳ですが、19歳は重い、苦しいで19、33歳は散々、42歳は死にに通じるということでした。江戸時代の平均寿命は40歳くらいでしたから、19歳は現在の平均寿命でいうと40歳前後です。家庭のことで悩むことがあったかもしれません。33歳は現在の平均寿命で言えば66歳くらいです。両親や親戚、配偶者に先立たれたり、体調を崩すこともあります。42歳は平均寿命に達した頃で、配偶者や友人を含め体に不調が出るのは当然です。数年に一度健康に留意することも大事ですから、厄年が存在することに意味はありますが、怖がったり恐れたりすることはありません。どうしても気になる人は、厄年の厄の字を、わけ、役に立つの役、薬、活躍の役と置き換えてみてはいかがでしょうか。悩み苦しみを抱えている人は必ず悲しみがあります。そういう悲しみを訳して周りの人に伝えていく、温かい言葉や笑顔を薬として投げかけて、人の役に立つ存在になる。その結果、飛躍して活躍できるのではないでしょうか。前役、後役も同じように考えれば、前後3年は人の幸せを考え続ける3年間となるでしょう。